宿題見ろじゃないよ。諦めなよもう。私20ページ目でやめた。無理、もう進級できなくなる。ゆりは大丈夫？あ、うん、ちょっと部活でどじっちゃって。テニス部の顧問って鬼でしょ。あいつにやられたの？その呼び方やめてよ。木崎先生になってからうちの部成績上がってるもん。今日ステージやってりゃ成績ぐらい出るって。彼よしな、そういうの。ごめん。でもさ、その手でノート取れる？授業終わったらノート貸す。うん、お願い。チャイムが鳴ったら座ってること。先に宿題を回収します。矢野さん、今すぐペンを止めて。あとちょっと、あと、ん？うわ、怖っ。もういいわ、どっちみちそんな理解できなかったし。理解？理解しなくていい。やば、聞こえてるし。数学も暗記ものだと思いなさい。あんたたちの理解力で問題を解決しようとするのがおこがましい。はあ、すいません。全員許可してしまって。え、何この雰囲気。まさかのテスト？そうです。聞いてないんですけど。このテストの結果を見て単位を落とすものと拾うものに選別します。抜けて、そんな、すごい。ユリア、怪我してんすけど。それが？いや、文字書けないでしょって。ねえ、どう、多田さん。え、あの、できる範囲でやりますから。運に見放されることになれなさい。こんなこと、この先いくらでもある。先生の監督不行き届きで怪我したんじゃないですか。不満なら出なさい。先生に不満ない人なんていないでしょ。だって意味わかんない。はっちゃん。は？何？え？かけんな、お前。ねえわ。マジねえわ。先生だって妨害してるよ。矢野さん、綿貫と一緒に帰る？すいません。そうだよ。あんた私らの人生妨害してる。やめようよ、みんな。ユリアって最低だよ。セナもあんたのことかばったんだよ。単位欲しい人いないの？欲しいに決まってるじゃん。なのに先生、単位わざと取れないようにしてる。負け組はすぐ人のせいにする。他の欲しいクラスはこんなひどいことしてないよ。セナ、帰ることないって。鬼が帰りなよ。鬼？ねえ、鬼って私のこと？ちょっと厳しいと鬼なの？それだけじゃないもん。あ、角切り寺って先生の家っしょ。それが？角を切るなんてお寺珍しいな。あー、そっか。お前、角切って人間社会紛れ込んだんだ。無理すんなって。鬼は鬼ヶ島に帰るよ。多田さん、テストを始めて。ユリア。あ、そう、それが答え。どうぞお好きに。私、校長先生に全部はずらします。何？先生がうちの部活の西沢君と付き合ってたこと。っていうか、西沢君遊びだったらしいけど。ダサい、危なさい。っていうか、未成年と付き合うのって犯罪だよね。私が先生にその真偽を問いただしたら、先生がラケットで私の指虐待。警察、校長より警察。全員黙りなさい。そんなもんじゃなかった。私はもっと痛かった。鬼は帰りな。先生、なんかこぶが。ねえ、鬼の定義って知ってる？わかんないんだけど。なんで？あげられない。小一、人の魂を。ね